ここが白金の、まあ言ってみれば一つのセンターというか、ドンキはなぜか安物の店がここにあるけど、うん。俺はね、これの方に住んでたんだよ、うん。これが白金のメイン通りかな。そこにさ、あの左側に日本家屋があるだろ。ここは白金で、とにかく割と使われてる蕎麦屋、日本蕎麦屋で、都市庵って言うんだよ。都市っていうのがやってんだけどね。で、まあ結構ここの蕎麦行けるよ。ここに駐車場があるんだけど、駐車場にあったところに前あったね、喫茶店がロロっていうのがあったんだけど、それもう引っ越しちゃったんだけど、そこでよく打ち合わせなんかに使ってたな。トシアンという蕎麦屋で、でここのガソリンスタンドでしょっちゅう車ガソリン入れてる。この辺は長いんですか？ここにね、4、5年いたかな、もっといたかな、何年ぐらいいたか、ここ10年近くいたかな。いや俺結構まあ年も年だから随分いろいろ引っ越してきてるから、でも東京で住んでここは割と住みやすかったし、なんだ割とこうなん治安もいいし、住んでるやつはさっきの蕎麦屋じゃないけどみんな人も悪くないし、住むにはいいとこだよ。だからこういうメイン通りやとこちょっと入ったところに探して住んだりしたらいいんじゃないかな。おすすめの店知りたいですね。本当はね、もうちょっと下ったところにカルバっていう店があるんだけど、カウンターだけのバーでお姉さん一人でやってたから、ここがね、要するに集会所みたいで夜毎度行ってて、そこがなんか夜のベースになったみたいなところあるけどね。あ、ここ降りて突き当たって右回って左側にお好み焼きなんだけども、お好み焼きのスケールじゃないんだけどね、鉄板焼き屋に近いようなお好み焼き屋だけど、神六っていうのがあって、そこの浩平っていう店主が昔からの知り合いで、昔はファッションモデルやってたやつで、今もその結構繁盛してる店で、その裏側に焼肉屋も作ったしな、これからどこ向かいますか？これからお家へね。やっぱ今年こう2位という2位ですね。やっぱ違うな。あっ、パリしてあれだ、余計なことしゃべらせるな。これ